20年くらい前に買った、上抜きできる、やつ。なんて言うんでしょう。そんなやつ。それでちょっとオイル抜いてみたいと思います。どのくらい抜けるんでしょう。あるかな？このホースの先を、ここに、くっくと。あれ？こんなもんしか入んないの？ダメじゃない？全然オイルパンまで届かないや、これなら。ダメじゃん。まあ、よう分からんすな。よいしょ。あ、デローンって一気にきますので。いやいや上に押し付けつつですね。で、完全に緩んだところで、ピュッと。オイルフィルターは、これ。これを使って緩めて取り替えていきます。これですね。うるさい。こんな感じで。これもデローンと出てくんで、ウエス。わお。なんかするたびにね、アスファルトがね、汚いオイル染みがどんどん増えていってますけど。よいしょ。ほら。はい。今、オイル満たしました。ので、こぼさないように、締めていきます。よいしょ、次回取れなくなるんで、ある程度の力でいいと思います。こんなもんでいいかな、と思います。実際は手で締まるとこまで締めて、4分の3回転、工具で締めろとこれには書いてます。よいしょ。ドレンボルト。を閉めて、これは毎度ここにカッパー銅のパッキンが入ってるんですけど、それは毎回新しいものに取り替えた方がいいと思います。ホームセンターで売ってます。数個です。100円、200円、300円、まあそんな高いものではないんで取り替えましょう。よいしょ。はい。下回りはこれで OK。
だいたい 2.8 入りました。ほんのちょっと。あ、ちょうどいいとこですかね。半分。あ、いいとこですね。うん、OK です。というわけで最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。